ソーマは、フリクショネルゲームズが開発、販売した SF サバイバルホラーゲーム。2015年9月22日に、マイクロソフトウィンドウズ、OS10、Linux、PlayStation4 向けに販売され、2017年12月1日には、Xbox One でも発売された。人間の特性を取り込み始めた機械を備えた、水中の遠隔研究施設が舞台である。 奇妙な環境下の施設にいることに気づいた場違いな主人公、サイモン・ジャレットは彼の苦境と潜在的な未来を理解しようとしながら偶然にもその過去を明らかにすることになる。ゲームプレイはフリクショネル・ゲームズの過去のホラー作品で確立されていた監修を踏襲している。しかしながらこの伝統と異なり本作はまたストーリーにより重点を置いていることで 在庫管理などの側面は強調していない。本作はストーリーと声優の演技を称賛した、批評家から肯定的なレビューを受けた。本作は一人称視点でプレイするサバイバルホラービデオゲームである。プレイヤーはそれぞれがゲームのテーマの側面を体現する数々のクリーチャーと遭遇する。相馬は同ジャンルの大半のゲームで見られる伝統的恐怖ではなく、 サイコロジカルホラーの要素を主に用いている。ゲームを通じて、プレイヤーは雰囲気を醸成し、ストーリーを進めるノートや録音テープなどの数々の手がかりを見つける。フリクシオネルゲームズ制作の大半の作品と同様に戦闘はなく、その代わりに、プレイヤーはパズルとき、探索及びステルスでゲームを進めていく。本作は、ペーソス2として知られる水中の研究施設が舞台である。 ステーション自体は現在は荒廃していたが、プレイヤーはすぐに、ペーソス2が、北、大西洋周辺に点在するステーションの集団であり、もともとは、スペースガン、より正確に言えば高価なロケットを建造する手間をかけずに物体を宇宙へ送るように設計された、マスドライバー設備として機能していたことを確認した。水星衝突により引き起こされた大量絶滅の、 出来事の後ペイソス2のクルーは地球上に存在する最後の人々となった。そこで最後の人々は集団的な孤立の悪影響に抗いつつ毎日を生きており、その期間にペイソス2の機械は人間の特質と意識の開発を始めた。2015年に主人公のサイモン・ジャリットはトロントで自動車事故に相応に深刻なダメージを負った。 その負傷を治すためにサイモンは脳の損傷を反転させる方法に取り組んでいたヨーク大学の大学院生デイビッド・ムーン氏の操作の下での実験的な脳スキャンに同意した。スキャン中にサイモンは一時的に失神したとみられ、再び目を開けた時にはスキャンを行っていた研究室とは全く異なる大西洋の放棄された深海研究所ペイソス2の一拠点ウプシロンの荒れ果てた一室にいた。 その後の探索によりサイモンは自身が遥か未来の2千1 0 4年に目覚めており、その1年前に巨大な彗星衝突が地球の表面を荒廃させ、ペーソス2が人類の最後の全焼地として残されたことを知った。ウプシロンを探索している間にサイモンはキャサリン・チュンと名前の見知らぬ女性と遠隔で連絡を取り、彼女は自身がいる別拠点のラムダまで来るように彼に指示した。 ラムダへ向かうための探索でサイモンは数々の変異した敵対的なロボットと人間のハイブリッドと遭遇した。サイモンは通信センターの通信設備を使ってキャサリンと再び連絡を取ることに成功したが突如として施設の壁の亀裂から水が流入し、そして水圧に耐えきれなくなったガラスが壊れ大量の海水が施設内に流れ込み飲み込,み込まれたサイモンはそのまま気を 失ってしまう。その後水没した室内でサイモンは目覚めたがいつの間にかハイテクの潜水服を着用していたことで、歴史を免れた。彼は、キャサリンと合流するために海中に出て、ラムダへと向かったが時間が経つごとに激しくなっていく、視界の歪みに悩まされるようになった。それらの困難にあいつつもラムダにいるキャサリンのもとへと、なんとかたどり着いたサイモンが見た彼女は期待していた。 人間ではなく、人間性を持った深海ドローンであった。彼女は、自身が実際は、ペーソス2で勤務していたオリジナルのキャサリンの水星衝突前のコピーのダウンロードだと明かし、サイモンに対しても彼が、潜水服と一体化したペーソス2の従業員の死体の改造体に搭載された2015年のオリジナルのサイモンのスキャンであると説明した。 彼女のメモリーチップを人工知能コンピュータ、ワ、wow、ウシステムと通信するために用いられるキーカード、スキャンデバイスのオムニツールに移した後、キャサリンはブラックボックス風のスーパーコンピュータで動作する人工世界プロジェクト、アークに取り組んでいると説明した。ペイソス2のすべての少女をスキャンしそれらのスキャンをアークへと挿入しており、 彼女は荒廃した地球から離れて人類が存続していくためにアークを宇宙へ発射することを目指していた。サイモンとキャサリンは深海に存在する拠点タウンにあるアークへ到達する方法を探し始めた。その道中でサイモンはペーソス2のワウにコントロールされた敵対的なロボットと変異した乗組員によって妨害を受けた。ワウの最優先指令は人類の保存であるが、 どのような形で保存されるかを考慮しないことが原因でステーションの辞任を排除または変異体へと同化させていた。タウは海底に存在するためサイモンは深海の極端な圧力に耐えられる新しいパワースーツの建造を余儀なくされた。必要素材を探している時に彼の視界の歪みは激しくなり彼は変異したダイバーに似た姿をした。 未知のスピリットの接触を受けた。スピリットがペーソス2の本当の過去を明かしたことで、ストラクチャージェルは変異の触媒でありワウのコントロールの手段であることが判明した。この流体は有機体とデジタル生命体の間の橋渡しをし、生物を死から蘇らせることもできさえもする活性化性質を持っていた。最終的にパワースーツに必要な全ての素材を収集した。 サイモンはその体に意識を送信し目覚めたが、彼の意識が実際には移動しておらずコピーされたことに気づいた。キャサリンは体を変える時に利用できたプロセスはコピーだけであると説明した。彼女はすぐに古い体を眠らせ、プレイヤーに古い体の命を助けるか終わらせるかを選ばせた。キャサリンは古いサイモンの運命はコイントスによって決められたと語った。 新しい体で、タウへ降りていったサイモンは、ペーソス2の従業員皿と出会った。彼女は、ロボットの体を有していない、地球最後の生身の人間であったが、サイモンと出会った時には体をまともに動かすことが、できない、瀕死状態であった。サイモンは、皿からアークを受け取り施設の拠点間に移送設備を、用いて、スペースガンが設置されている拠点ファイアークを送った。 ファイへの道中でサイモンは再びスピリットと接触し、それはサイモンがワウがコントロールすることができない、唯一の有機体であるため地球を離れる前にワウのコアを感染させなければならないと彼に伝え、その後サイモンはワウのコアを発見し、感染させて破壊するかどうか選択することになる。ファイに到着したサイモンはそこでキャサリンのブラックボックスのインプラントを発見し、それを起動すると彼女が、 他の科学者とアークの打ち上げのリスクについての言い争いが聞こえてきた。アーク打ち上げに固執するキャサリンとは、対照的に生き残りの他の生存者たちはアークを宇宙へ飛ばさない方が安全だと主張していたが、打ち上げなければワウのコントロール下に置かれることになるリスクがあり、また現状維持を選択すれば、太陽光発電の衛星打ち上げによって果てしない年数を生きることができず、 有限のエネルギーを消費し生きていくことになることを意味していた。言い,い争いが加熱したことにより場の緊張が高まり、科学者の一人が誤って、キャサリンをレンチで殴り殺害してしまう。キャサリンの死により、サイモンが訪れる今までアークは打ち上げられることはなかった。サイモンの助けによりアークはスペースガンに搭載され、キャサリンは発射準備の操作を開始した。彼女は、 スペースガンが発射される直前にアークへ彼らをスキャンすると約束し、発射寸前でスキャンに成功し無事アークは打ち上げられた。だが、サイモンとキャサリンは未だにペースス2にいた。サイモンがスキャンが成功裏に完了した時になぜ取り残されたのかをキャサリンに問い、彼女はスキャンを転送することはできずコピーしただけだと再び説明した。プレイヤーのサイモンは コイントスに負け、彼とキャサリンのコピーがアークに乗った一方で彼らの現在の意識はステージョンに取り残された。キャサリンとの抗論後、彼女が接続していたコンソールと発射室がシャットダウンしサイモンは暗闇の中一人取り残された。エンドクレジット後のシーンでは、ペーソス2に取り残された他のサイモンに全く気づいていないアークにコピーされたサイモンのバージョンが 国家的な風景の中で目覚め、未来のアイランドシティの前で、キャサリンと再会した。その後、衛星が荒廃した地球を離れている光景に切り替わり、アークが無事に宇宙に打ち上げられたことを示唆していた。2016年のゲームデペロッパーズカンファレンスで、 ソーマをプレゼンするフリクシオネルゲームズのトーマスグリップソーマは2010年から制作されておりゲームエンジンの新技術の進展と共に始まったゲーム設定を大西洋の底にするというアイディアはフリクシオネルゲームズの共同設立者のトーマスグリップとジェンス・ニールソンによる気まぐれで決定しグリップは長い間試したかったと語ったストーリーテリングはプレイヤーが遵守するガイドとしての 役割ではなくプレイヤーの行動に頼るようにデザインされており、オーディオロングやノートなどの説明資料を無視してもストーリーを終えるようになっている。相馬の根底にあるテーマは意識であり、自由意志と自我の本質を探求するために開発された。本作の雰囲気は、フィリップ・ケー・ディック、チャイナ・ミエビル、グレッグ・イーガンの作品に触発されている。ムードに適合する。 現実的なサウンドの実現には音響監督のサミュエル・ジャスティスが彼がルームサイズのシステムと呼ぶものを用いる必要があった。エフェクトを可能にするために音声を処理するのではなく大ホールの残響のようにそのようなニーズを保管する環境の録音が行われた。このシステムで2000以上の足音がキャプチャーされた。ソーマのゲームプレイ映像を収録した。 テーザー映像が2013年10月11日に公開された。公式ウェブサイトの情報ページには作家のフィリップ・ケディックの引用を表示していた。ゲームの別のトレーラーは2014年4月3日に公開された。二つの実写短編、バイベリアムとモッキンバードはシアトルのレフトジェットスタジオで9日間にわたって続けて撮影された。この映画は シアトルをベースとする独立系映画企業のイムゴス、フィルムズによって制作されたものである。同社はまたフリクショネルゲームズの発売予定のゲームのストーリーにつながる一連の実写映像を2015年に毎月公開予定としていたが、制作上の問題が原因で公開日はゲームの発売直後の2015年9月28日に延期となり、フリクショネルゲームズは彼らの YouTube チャンネルで ソーマトランスミッション1というタイトルで最初のクリップを利用可能にし、その後続編7作を毎日追加した。この実写ミニシリーズはゲームの出来事の前日端としての役割を担っている。フリクショネルゲームズとのコラボでプロジェクトアポフィスというコード名でイムゴスフィルムズがフィーチャーフィルムを撮影した。映画の監督は ドンタッカーで映画のクリップはトランスミッションウェブシリーズなどのソーマのマーケティング活動に使われた。本映画は2016年に公開予定である。レビューアグリゲーターサイトのメタクレティックによればソーマはむね好意的なレビューを得ており、マイクロソフトウィンドウズ版は84、100で、プレイステーション4版は79、100だった。2017年にゲームズリーターは、 史上最高の20のホラーゲームで本作を10位に位置づけた。発売の10日後、ソーマは9万2000本を販売し、開発者の過去作、アムネジア、ザ・ダーク・ディセントの初周販売を2万本上回った。2016年3月にフリクシオネル・ゲームズは、本作は25万本以上売れており、損益分岐点に近くなっていると発表した。発売1周年を祝う、 ブログ投稿でフリクショネルゲームズは販売数が45万本を超えたと推定した。2016年のゴールデンジョイスティックアワードでソーマは3つのカテゴリーでノミネートされた。ウィキメディアコモンズにはソーマに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。